こんにちは、キョムナナベタカと申します。囲碁虫よきよ先生、今回もリュウミカナザイドサワールやっていきたいと思います。以前ね、第2章ちゃんとクリアできました。ありがとうございます。見てくれた方々ありがとうございました。というわけでね、これからね、次3つ目のイベントをやっていきたいと思います。もうタイトルがもう意味わかんない。このなんだろう、エロレスファイトだっけ。マジ意味わかんねえな本当に。いや、まあこの辺とかもう大体意味わかんなかったけど、今回さらに意味がわかんないタイトルになっちゃったし、けど1枚イラストがさ、ここにあるから結構気合入ってますよね、そこら辺。うん、まあ、この辺の俺様の P で海賊買収っていうのも、まあ、こっからちょっとずつ暴走し始めて、暴走してるよな本当に。はい、そんなアナノサールのね、第3弾のイベントやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。エロレスファイト、まあもうバカ犬バカ冒険者イコールこの世の終わり、もうなんかいろいろと意味わかんないけどやっていくしかねえよな。はい、というわけで今回もね、楽しく実況していきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。いや、わりかし喉の調子もね、治ってきたのでね、やりやすくなってきました。実況がね、助かりますわ。まあちょっとね、全体の 80-90% ぐらいね、いや 70-80% かな、体力的にまだ 70-80%。 そして、あ、これは一人称があれじゃない、ルガローになってんじゃないかな。で、なんでベルゼブブ君がもういるんですかね。ちょっと時系列的にいつになるのかちょっと見ておきましょう。このうさんくさいじじはロッドハルト、隣のは知らねえ誰。久しぶり地上最低、あ、なんか可愛い、最低って感じ、なんか言い方が可愛くなってるんだから、ベルゼブブ君が。じじの話毎回長いんだよな、意味わかんねえ、もう飛ばしていいです。なんか急にメタ的なことも言ってくるしね。ルガロ、お前はそういったあれか、なんかあのデッドプール的な第三の壁みたいなのぶち壊してこっちメタ的な発言をしてくる、そんなやつなんか。この負けるっていうのはいつのこと言ってるんだ。ジジのこういうとこ性格悪いって感じ、ほんと。これはあれか、第2章の後になるのか。まあ今まではそうだもんね、今まではね、章の終わった後のね、時系列でイベントが行われてたからね。今回もまあ予想する限り第2章が終わった後の時系列になるのかなとは思うんだけど、今日はまあそれでね、思い込んでしまうのも危険なんでね、しっかりと冷静を見ていきましょう。もしかしたらプロレスの話かもしんねえ。ヘリ、あ、もうヘリオンのこと言ってるから、これもやっぱ第2章の後だ。そしてか結構お前ヘリオンのこと好きなんだな。あんなビキニアマン何が好きなんで、若かりし頃のヘリオンはかっこいいと思うけどな。あれちゃんと RPG って感じがして、なんかテイルズっぽい見た目がしていいんだよな。なるほどなるほど。てかベルゼブブ平気で生きてるつうか健在してるんだな。無限な、くそ、僕愛とか嫌いなんだよ。ちょっとマジで恋愛してねえ身だからか死んでいくよ。愛とかうんぬんだとかキスだとかよ、キスは好きだけどよ、愛とかうんぬんだがこう純愛だとかさ、いけないだから、なんかもうくそっちまいって思っちまうぜ。僕は愛はなんかおげーってなっちゃうけど、エロ同人誌は好きです。血肉ってのかな、この館やっぱ武装なんじゃないですかね。お、そう言いながら食いまくってるじゃないか、意味わかんねえなこいつ。ベルゼブブ意外とあれか、精神年齢若めなんかな。いいね、むさ苦しい男。見なかったことにしときましょうかね。今のは見なかったことにしときます。じじいとは趣味合わねえんだよ、食うものが被らねえのはいいけどよ。むさ苦しい男の汗が好きってもう意味わかんねえけどな。けどまあ獣人だったら OK だ、獣人同士のそれはなんか汗ダックスはだいぶ興奮するなみたいな。僕すごいなんかそういった水浸しになってるのがすごいいいんだよなって勝手な性癖を言ってしまってすいませんでした。なるほど。与える道、え、頼まれた、あ、じゃあもう打ち解けてんだ。第2章の最後あたりでカフカがベルゼブブと対話をしたいって言ってたけど、もうそれ終わった後だ。黒くて赤、なんかそれは確か腹立つわな。なんかカップルにそんなこと言われるのちょっとなんか気に食わねえよな。ベルゼブブ可愛いとかな、ベルゼブブなんか欲しくなってきたな。ちょっとベルゼブブ君ちょっと僕のパーティーに入れてえな。いや、こいつ星6なんだよな、ピックアップの時にやっとくべきやったか。環境適応できるものがもう、ああ、それはごもっともです。YouTube でもそうだしな。僕も環境適応していきたいと思います。うわ、ジジイの前にあれだけ飲んでぶっ倒れるのか。どうなってんだ、こいつの肝臓は。結構強めなんだ。あ、だから、主人公、
あの一口飲んで寝ちゃったんかな、なんか。ベルブ意外とブチ切れてない。意外と短気なのか、なんかあんだけ余裕持った第2章のお前どこに行っちまったんだ。え、結構物騒なことになってますけど、おジェイドの話出てきた。久しぶりなのジェイド。おコロシアム、え今なんて言った。はいはい、どうせ俺はバカですよと。ほっといったというか、バカ犬がついてるだけだろ。殺しちゃうなんて今さら誰も使わねえし、別にいいじゃん。やっぱジェノ感染しちゃうけど、それ治る方法ってあんのかな。ゲイ、今そんなことになってんの。置いてきたバカ犬と、ピーしたバカボケ者がさらにバカバカ気になってる。感染ってピーしないとダメなんだ。え、じゃあ僕ピーしたけど、多分竜の血があるからセーフだったのかな、今思うと。なるほどね。感染ってなんかゾンビみたいなもんかと思ったら、ピーしないとダメっぽいわ。この世の終わりじゃねえか。まあいいや、もう俺関係し、乱行パーティーになってますね。最高か、僕も感染してな、ちょっと。もう僕も、もうこの世界に未練はないんで、あの人狼になって、僕も性欲に従うような欲望にまみれた生活を送りたいです。しかも体格もマッチョになるしね。最高かよ。出たジジイの仮病。コロシアムはなんかサブ系だっけ。サブ系の時はさ、コロシアムは確かあったよね。それを捨ててまたなんか使う感じだったのかな。おいジジイ、余計なこと言うんじゃねえ、ぶっ殺すぞ。あ、コロシアムとトゲじゃ別なんか。なるほどね。そんなんじゃねえよ、まるで犬みてえじゃねえか。バシカーもいなくなって、コロシアもジジイもつまんねえから、ちょっと連邦とかいうとこに行ってみただけだ。あいつの匂い追ってるのは迷わねえためだ。行ったことねえんだから仕方ねえだろ。まあ、来い来いと言われてるけど、獣人同士の声は僕は応援したいと思います。任せてください。おい、ベラベラ喋んな。ああ、不死の人狼だと知られる。犬にしてやるジジイ。なるほど。まあ、そういったルガローとバシカーの恋愛云々っていうお話になるのかな。楽しみですね。というわけで、バシカー、あ、こっから、あれだね、なんか、モノローグが、こう、第三者視点になったんで、読んでいきましょう。バシカーの匂いをたどって、連邦に流れ着いたルガロー。強大な魔に属する者は、地上の人間からの魔の供給なくして、迷宮の外をさまよくとは容易ではない。勢いよく飛び出した者の消耗激しく、わずか魔の供給といえば、息づりの冒険者との、ジョージぐらいだ。追っ始めるんだ、そこは。この世界、とりあえず追っ始めたら大体力手に入るよな、なんか。ルガローが仮住まいとしている廃墟の空き家。壊れたドアを開けたその先には、ですよね、ウェアウルフ君ですよね。お久しぶり、ウェアウルフ君。おそうっす。バカにこと、しもべの狼男たち。野獣となったマリコの供給元だ。うん。いつもやってるんだ。あー、ルガローも獣人と化して、最高かよ。たまんねえな、ルガロー。おめえのその姿、やっぱたまんねえよ。なんか、こっからもう危ないかもしんねえな。あ、もう危ねえよ。ダメだ、こりゃ。おおと思ったらモブが出てきたわ、モブ。おそす。なんて、これまたガチムチのモブが、しかもなんか服に穴開いてません、ちょっと。いや、そういった貧民会なんかもしんねえ。クソ。そうね、今の、リュウベカアナザイドスの世界観のね、そういった残酷な世界にまだ僕はついていきたいようだけど、このモブ十字、いいな、僕もこんくらいの型になりてえや、ゆくゆくは。ゆくゆくはこんくらいの型になりてんだよな。いいな、この牛十字。モブ牛十字、いいぞ、いいぞ、おっそっす。狼男、おい、バレちゃってるじゃねえか。これ大丈夫かな、多分もうダメですね。あ、と思ったら、パイスブラなんだ、今。これで、おっぱじめんの。パイスブラヘイと追っ始めたり、よくわかんないけど、これが、この後わかんのかな。あ、次戦闘か、これで戦いましょうってことか。なるほど、展開がわかりました。嵐を呼ぶエロロスバトル開幕早くないですか。もう開幕するんですか。騒ぎ聞きつけ集まってきたナルドモンたちを蹴散らせ。あのパイスブラの兵と、あのモブ牛十字は大丈夫だったのか。そこはちょっと僕心配で、ままならないんだけど。まあ仕方ねえよな。とりあえずやっていくか。よろしくお願いします。まあイベントの最初の方だから難易度的にはね、結構低いと思うんですよね。パパパッと終わらせます。この BGM なんかどっかで聞いたことあるんだよな。これ多分フリー BGM じゃなかったっけ。
しゃあねえな、さっさと終わらしちまうか。敵も21体で少ないもんな。もうパパパ、今回なんか適当にやって普通に食っちゃう。いや、この BGM 結構聞きなじみある。だから YouTube からも、YouTube から見れるやつじゃなかったっけ、これ。これなんかフリーの BGM だったような気がする。うん、聞いたことある。これあれだ。僕、好きなね、遊戯王のチャンネルがあってさ、ポンコツ決闘者たちみたいな感じで、ね、なんかね、各テーマで遊戯王やるって言ったね、なんかあるんですよ、そう。ポンコツ決闘者たちみたいなチャンネルがあって、そこ遊戯王チャンネルが毎回ね、いろんな企画をして、ね、デュエルをするみたいな。基本的に結構古めのね、古めの時期のね、カードを使ってっていう感じなんですけどね。そういったチャンネルがあってね、僕それが結構ね、楽しみで見てるんですよね。で、その時に使ってる BGM なんで知ってます。はい。いや、遊戯王チャンネルでこれよく使われてるから、この BGM 知ってんだよ。とか終盤で使われるからさ、その、ポンコツ決闘者のやつ。あ、倉庫行ってる間にもう終わりそうだよ。今のうちじゃ、そのチャンネル名調べとく。皆さんもしね、気になったらね、調べてほしいですか。あったあった、ポンコツ決闘者とかあれだ、ボンコツ突撃部隊っていうチャンネルがあってね、このチャンネルがさ、結構、遊戯王チャンネルでね、面白くて僕好きなんですよね。いろいろなテーマやったり、めちゃくちゃな遊戯王しながら、今日ね、ネタがまた遊戯王のネタが細かすぎてね、当時のね、無印や GX 世代とかを知ってるね、人からしたら結構楽しめるチャンネルなんですよねっていう。そういった感じで雑談しながらね、クリアできますったんで、やっぱ余裕や。発祥男たちのファイトクラブ、あ、これ多分これ見せられないイラスト出てくるかな、出てきちゃったらドンマイね、その時はバサイカットです。うん、限界まで突破するのがアビダカなんでよろしく。一方、ルガロ、パイスブランの地下酒場。ジェイトに引き起こしたスライム騒動で、ダイソンが受けた生活気分はそのほとんどが吹く。おお、やるね。しかし、貧民街の広がりは防ぎようがなく、ファイト治安の悪化には歯止めがかからない。おいおい、エクス何してんだ。宵闇の雲が晴れ、安堵毎日も飽きた頃、力を増した連邦の冒険者たちは、ファイトクラブを次々に開催した。つまりは、ゴロつきが力を競い、違法賭博と発散社交場である。だいぶ治安が悪化してますね。いいのかな、パイスブラ。エクスを知らないところでこんなことを聞けるけど、まあ、これが逆に治安を収めてるのは、まあ、ありなんだ。だって今回の物語の主人公は、おハルクだ。ハルクもお前来るんか。お前別のとこじゃなかったっけ。あ、出た、ベルダンシアの獣人、見せてくれ。これは隠語じゃないんで、この竹、隠語じゃないよ。そう、どういうわけ、力を余した男たち。みんな発情期のただ中。いや、発情期つってもよ、あれだよな、もっと強いものと戦えて、もっと強くなりたいっていう、そういった展開かもしんねえから、まだ時期尚早。鎧塚勇士見かけるの発情期っていう単語そのままをね、受けてしまってはいけない。これが死局の魔王の影響だと発覚するのは少し後の話。エクスは自然現象と判断し、対応に遅れとったのである。エクス意外とまだ出遅れてるのね。まだ大丈夫です。おこれがバシカーだ。バシカーこんな服装だったっけ。ハルク負けちまってんのか、お前何やってんだ。ドワード、脇毛がないところをね、褒めていきたいと思うけど、なんかさ、あれだよね、なんか、ゲーム系のさ、なんだろう、たまにさ、同人誌のサンプルとか見るときにさ、まあ、人間×獣人ってもあるわけなんですけど、なんか、すんごいゲーム系の感じがしてさ、結構太ったっつうか、なんか、こんぐらい体型の人と、なんか、ガチムチ獣人っつうか、ちょっと太った感じのね、獣人のなんか、そういったやつがよくサンプルで来るんだけどさ、なんか、ゲーム系のキャラってなんか、しんだけど、丸みがあるのはなんでだろう。やっぱ、受けやすいの、なんか、ゲーム系ってなると。僕、その辺はよくわかんない。もう、ゴルドン生きてたんか、バレ。お前、生きてたんか。いや、これ、時系列どうなってんだ。いや、けど、カフカとの話もあったから、第2章後なんだろうけど、ゴルドン、お前、生きてたんか、バレ。ボスラック貴族となり、帝都の豪邸も失ったゴルドンは、連邦に隠してわずかに資材の回収に来ていた。特にタバコと、薬を調合しようにも原材料の調達すらままならない毎日。しかしその野心のひなに燃え尽きておらず、タバコの排尿に赤くくすぶっていた。おお、いいね、この十字いいぞこれ。うん、やっぱいいな。やっぱりなんかシジミさんみたいなイラストだけど多分違うんだろうな。いいね、モブ十字。モブ十字はどんだけいてもね、たまんないですからね。バシカほぼほぼ下着すぎたんだけど、やっぱさな、ヘリオンの
際どい雨当たりだけど、やっぱ獣人がこういう服装になってくれたら僕はいいや。あとプロレスラー、これ健全な服装だからね、全然いいしね。うん、最高です。やっぱ獣人のこういった姿は最高。うん、すんげえズームしたくなる。バシカは財貨の入った袋を受け取った。価値を重ねることでその重みを増していく。バシカのファイトマネーは賭博の収益源から賄われる。賭博場の収益は手数料と外した掛け金から成り立っている。勝ちすぎることは必ずしもいいことではない。愚かな男たちがみんなバシカにかけ続けた賭博にならないからだ。この小さなファイトクラブでバシカを超える高カードを調達するのは今は容易だなと。まあ、そのためなんかあれだっけ、漫画とかで見たことあるけど、そういった感じで時々わざと巻きたいとか、まあ、それで八百長が入ったりするんだっけ、よくわかんないんだけどな。漫画ではね、そう、本場のプロレスだと、多分健全な方のプロレスだと知らないけど、裏稼業の方だと、なんか時々八百長をしなきゃっていう話になるっぽいけどね、漫画の読んだ話によるとね。運営が保証し払えないとなれば、スター候補は直ちに金のあるクラブへ転向する。貴族がスポンサーとなっている都市部のクラブからやってきたスカウトがそこら中で目を光らせていた。身体極まる小クラブが次に見解に行う交渉が決まっていた。もう一試合、あ、やっぱ八百長の話だった出た八百長の話。そう、せっかくのさ、HGGGG な承認獣人が、クソ、やはりお前はそうだよな、モブなだけあって、そういったテンプレ的な行動から外ることはできないよな。ああ、分かってくれるんだ意外と。マシか、結局条件に飲むことでした。在庫袋を承認に投げて返す。まあ、そういったことでね、はい、こういった形で、よくね、勝ち続けると、八百長っていう話になるんですねっていう、そういったことです。観客の視線が突き刺さる。顔見知りの観客も何人かいる。相手は何とか任したことはただのゴロつきだ。ね、そういうことがあるからさ、やっぱね、疑われちゃうんだよね。戦国のファイターの方が十分ってことだ。いや、そうだよ。ハルクの時に巻きついた方が絶対お得だったよな。だから商人も分かってんだよな、まったくは。なんか負けさす。そいつ、八百長をやった時に誰が勝つかっていうのも重要だからさ、そこ重要なんですよね。誰がバシカの勝利を確信し、バシカにかけたのだ。ゴロツキはニヤニヤ笑いを浮かべている。どうやら話はついているんだろう。ゴロツキは力任せのローキックがバシカの常に命中する。肉付きの少ない急所への的確な切りは、踏ん張って受け止めようとも激痛が走る。ゴロツキも調子乗ってますよ。この後いろんな展開になったりするんですかね。どうなんだろう。わかんないぞ、まだわかんないぞ。スカさんの渾身のストレートがバシカの胸を痛快に打った。反骨の睨みをものともする。ゴロツキはランダ。その暴力は間違いなく使用がこもっている。ろくでもね、ゴロツキじゃないか。やっぱ、はるくに負けた方がよかった。すでに数回のファイトを終えた後、バシカは勝ち越したとはいえ、満身創痍であることに変わりはない。バシカがボロボロになっちまった。ですよね。これはやぶちゃだよ。観客は誰しもが抱いていた疑念、それが噴出した瞬間である。だからやっぱ、まあ、こうなるともう困りますね。古芝の質を射抜いた格闘者はすぐさまコントで怒りに満たされてる。だからやっぱ八百長はろくでもねえんだよなっていう。鼻から垂れる赤い鮮血はぬるい。殴れることには慣れている。裏切られることには慣れていない。商人ゴーの合図だ。運営は混乱の周に曲げ、コツンと姿を消した。とんずらしやがったんか。ああ、これでバシカがもう生きていけねえか。あら、なんか、あらーなんかある。なんかある。じゃあ仕方ないな。じゃあ耐え抜くか。みんなはね、自分で見てくれるな。僕はちょっとこれから耐え抜いていきます。バシカが向けられた罰や完成度が変わる。一回の視線は、色と熱を変えて商品へ注がれた。もう早速エロレスファイトになっちまったな。いいんだろうか、これ。まあ、僕はいいんです。僕はいいんです。みんなはね、自分で見てくれよな。イベントで見てくれよな。ここは発情期の男たちを、詰め込んだ重欲の箱だ。無論バシカもそう一人。さあ、暴れるんじゃねえ。流行らせ、こら。観客の人がバシカを後ろから剥がじめした。俺たちを裏切った手前分かってんだろうな。バシカこのまま全員裏切ったよな。キャンチを飛ばすな。
汗臭いタオルで、乱暴に顔を拭われると、ヌスッとの観客は器用な手つきでバチカンの層が外す。なんでさ、みんな器用っつうかさ、器用な手つきでみんな外せるんですかね。多分もうこの後は、あ、ですよねー。はい。ですよねー。よいしょ、ちょっと音があれだ。音を間違ってマイクの方ミュートにしちゃった。音をちょっとミュートすればまだ耐えられるかもしんねえ。何がたっぷり可愛がってやるようだし。ああ、俺たちが世間ってもう教えてやるよ。本当になんかよくあるそういった展開になってますね。あ、もうダメですね。もう。あ、もうダメでした。戻ってきました。はい。耐え抜いた結果、まあ、なんかね、一枚イラストはずっと羽交い締めされてるあれだったんだよね。っていう感じでした。で、ちょっとだけなんか若干ルナっぽいのが入ったのかしらんだけど、なんか、殴られると、バシカが若干感じてしまうという、そういったシチュエーションもあったりしたんですけどね。まあ、基本、羽交い締めでした。はい。それだけ言っとくわ。よいしょ。で、なんかね、その後、展開があったけどね、そう、その後、展開があるんで、一旦ね、スキップしてきました。多分こっちでね、その後、そのルートの方にね、共通ルートの方に行くと思うんで、ちょっと変われるもんかやっていきましょう。そうそう、ちょうどこのセリフ、このセリフ。あ、追っ始めた時は、ちょうど、あれなんだよね、この発言になるんだよね。はい、っていう感じになります。だからそうだね、なんか今バッサリカットしたけ、バッサリっつうか、今選択したらすぐこの会話になったけど、耐え抜くの方を選ぶと、そこま、ここのセリフが出てくるまで道中で、羽交い締めされていろいろされるって言った、そういったシチュエーションになっておりました。という解説していきます。というわけで、その時、上階から訪れてきた客人がいた。懐かしい匂いを携えて。いくらでも食っていいぞって。また追っ始めるんですか？またアダルトシーンに行くんですか？ ここの展開もなんかもしかして、耐え抜くの後だったらちょっと変わったりするのかな？実はなんか、バシガーが素っ裸になってとかそういった点で変わったりするのかな。ちょっとそれは後で確かめてみるわ。突然の狼男を知らない逃げ惑う、聴衆たち。エチアニュ、エチアニュはさっきしてたとかな。さっきのね、パラレルワールドの方でしてました。盛り場の、惨状に立ち会わせたルガラ思わず驚愕する。ウェアウルフは容赦なく冒険者を捕獲した。つまりはこの世の終わりである。え、パイスブル結構やばいことになってない？大丈夫かこれ。その中心見つけた探し物。なるほど。ウェアルフィ連れてる時点で結構バレバレだと思うけどな。もしかしたらなんかちょっとバシカーの立ち合いが変わったりするかもしれないんでね、ちょっと見てみようと思います。一応ね、確かめてみた結果、特に何も変わらなかったんでね、このまま、次の狼男乱入自体を思わない方向に、空漂うコウモリもついでに撃退しようということで、八丁男たちのファイトクラブ、その2やっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回も楽でしょ。今コウモリがついでに来るっぽいから、一応空対策もしてけっていうのはあると思うんだけど、まあそのぐらいなんでしょう。うん、静止系結構楽だと思うんでね、そのままパパーとやっていきたいと思います。まあ、どっかからかですね、出てくるんでしょ。おお、なんか、なんだこの兵士は。 え、なんか、殴ってくるの？こいつは初めて見るぞ、この敵は。いや、この美人は本当によく YouTube で聞くから、なんか馴染みがあって、ちょっとシュールに感じるんだよな。 僕だけでしょうか。よいしょ。もうさっさと、あれだな、こっちに置いとこう。よし、OK。先手必勝。ささーっとパパパーっとね、星6で攻撃していっちゃいましょう。で、空から来る可能性もあるらしいんで、空対策でこうやって配置しておきます。まあ、今のうち配置し、あれ？今のうち配置しとけばね、もう他にもね、やれちゃうっちゃやれちゃうかね。こいつ何こいつ。 なんかこう、ボンクラじゃなくて何かしらの多分あれなんだよね、きっと。 でしょ。何かしら多分剣闘士というか、多分そういったことでいいんだよね。さっそう。結構うちのメンバーもだいぶ強くなったよな。よいしょ。これもう。で、あと1人置けるんですよ。あ、コウモリ来た来た。けど余裕なんだよな。え、じゃあもう終わりだこれで。一応なんか回復薬でも入れとくか。適当にエレンさんでも配置しとけいいだろう。おい、これで OK。まあ、ちょっとアモレイ君だけ回復範囲じゃないけど、なんかもうこれ余裕そう。最初だけあって結構余裕だな。イベント意外とね、後半か真ん中あたりでたまにね、どげついね、戦闘やったら、そういったやることある時があったら楽しみですね。もしくはまた前の第1弾のファイスブランドのイベント時のようにさ、最後の最後でさ、高難易度イベントあるのかな？高難易度イベントとか、高難易度クエストがあるならさ、あれだよね、今度こそ動画撮ろうかな。
あれ本当に星1クリアギリギリだったからな。せっかくだから見せたかったのに、あれクリアするの1時間か1時間半くらいかかったからさ、なんかもう取る気がないっていうか、そもそもクリアできる全然しなかったんだよね、その時。きっと今の僕がクリアできるんでね、ぜひ取りたいなと思います。よし、エロレスポスター、これなんかシュールだな。よし、じゃあ時間的になんかこの出られたエロレスなんて絶対やんねえ、タイトル回収です。これやって今日は、今日とかこのパターン終わりにしたいと思います。なんで急にエロレスうんぬんとか話になってんだこれ。貧民街の地下ファイトクラブ、突然の狼男の襲来に観客そしてファイターまでもが逃げ出す中、台風の目のように同時な男たちがいた。だっけ、オブシドニア闘技場で争っていたこの二人ですか。ガウンまで渡してくれる、なんか優しいのあるだろう。おめえ優しいやつだな。あ、なんか落ち着くねこの服装。この服装なんか落ち着くな。いいね。いや、股間の部分代謝変わってんだよな。羽織ってるだけだもんな。なんか、いいよな、こういうの。なんだろう。浴衣姿に近いのかな、わかんないけど。それと、風呂上がりの、あの、バスウェアの感じ。あの感じに似てる。そう。四方を囲むウェアウルフはいつの間にかへそを天井を向けてファイターにじゃりついていった。昔を思い出すと、ゴルドフは、てかよくゴルドフ生きてたな。ああ、何その表情、初めて見た。それ言っちゃっていいのかな。なんで涙目な、もういろいろとな、どうなったのか分かんないけど、ルガローは知ってるもんな。ルガローはね、そうだよね、ここは確か面識あるからな。あ、そっか、一緒、お互いいろいろと数字を隠さなきゃいけないから。なるほどね、そういうことか。お、お前パイスブランドファイトクラブのマスターなんか。じゃあなんでここに出てたんですかみたいな。あ、そういうスカウトのためにこんなチャッチーとこ行ってたんか。やっぱ八百長の交渉応じるのってやっぱまずいんだな。まあ、ろくでもねえことにしかなんねえもんな。よくバレるしな、八百長なんて。どこでバレるのかわかんないけど。勝負の話だったら、いや、まあバスカは売れるでしょうね。たまんねえぜ、僕も全財産はたいてなんかやりてえぞ。ドアのゴルフのタバコいぶかしそうに見ていた。これ言っちゃっていいのか。あ、ディーラー、狼男の下敷きなり気絶していた商人が間もなく起き上がろうとしていた。だからこれでドワードの闘技場に行くって感じになるんだ。ドワードに招き入れられた連邦貴族の、豪邸を豪快に改築したファイトクラブだった。守衛付きの入り口、これ守衛でいいんだよな。先森とかでもねえもんな。守衛付きの入り口を抜けると、秘密の娯楽の気配がムンムンと漂う、汗と熱気が頭の芯まで染み込む。これもなんかエロ同人誌でしか聞いたことがないような。いいんだろうか。ファイターの強さも段違い。鍛え上げられた体と研ぎ澄まされた精神、勝利のために、研磨された猛者が揃っていることは間違いない。なんかモブの姿とかも出てくるってことかな。ノックアウト負けしたファイターはリングの真ん中で豪快に倒れ込んだ。ファイターは怪我、てかゴールドもおめえもついてきたんか。勝利したファイターの拳には鋼のナックルダスターが輝く。闘技を楽しむ貴族の要求には歯止めがない。それをバシカもルガロもよく知ってる。稼働するファイターの傷は満足に癒えておらず、勝者足を引きずりながら退場した。やっぱなんか恐ろしいな、格闘技の世界っていうのか分かんないけど。マスター自ら会員に走るほどファイター数が不足するのは明らかだった。
なるほど、それで人が少なくなっちゃったと。娼婦っていう選択肢はとりあえずあるので、この世界はなんか娼婦の方が売れるのかな、需要があるのかな。いや、何でも需要、流れも何でもいいんだろうな、この世界は。痛いとこついてきますね。比較対象とりあえず娼婦なんだな。あ、そこでそれでそういった話になるんですか。クソみたいな企画やるな、このゴルドフってやつは。ルガローに同意見なんだよな。なるほど、それで集客すんの。意外とノリノリなんだな、バシカ。話が分かるやつだな。確かに、勝敗がわけ分かる。もうめちゃくちゃエロ同人誌しか見たことねえよ、それ。なるほどね、見せ物としてあるのに、ね。まあ、エロ同人誌も正直、勝敗とかクソほどどうでもいいもんな。なんか、ただエロいとこ見せてくれた方が勝ちみたいな、もうわけわかんねえもんな。なるほど、これでゴルドフも関わってくんのね。まあさすがアナザーエイドスの世界だからこそ成り立つような、いや、やんべリリカぶっ壊したような世界つか、リリカぶっ壊したビジネスよなと思うわ、本当に。さすがアナザーサールだな、マジで。もう、同人誌の世界でしか知らないようなね、その同人誌でしかなさそうな、そんな世界観をナチュラルにぶっ込んでいくからな、マジで。くっそ、まるで同人誌をゲームでやってるかのような、もう、まあそういうことに何度か、いや、脱がされるんじゃないですかね。え、スポダカでやるってわけじゃないと、きっと多分負けたら脱がされるとか、そういったシチュエーションだよな。そういったイラストとか見たことある。ここでタイトル回収的なあれなんで。よし、というわけで、まあ、タイトル回収はできたことだし、ここまでにしておきますか。では、ご視聴ありがとうございました。まあ、そのだけね、ようやく、アベタカもね、この、第3弾のイベントにね、突入しましたんでね、またマイペース実況していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、もしよければよろしくお願いします。また次回のアベタカの動画をお楽しみください。